大道大学は中華民国統治時代の上海にあった私立大学である。1912年3月、小厚志福が率いる聖華学堂の元教員らによって創立され中国の名門私立大学の一つになった。中華人民共和国設立後の1952年、中国共産党政府は他の多くの私立大学と共に大道大学を閉鎖した。 大道大学の各学部、教職員、学生は、上海の様々な大学に分割されて統合された。大道大学の創立者で、初大学長の小厚志また1911年4月、アメリカ合衆国政府は、清王朝に対する、義和団の乱の賠償金の減額の交換条件として、北京に聖火学堂を開校した。その夏、聖火学堂の中国人、 教員11人が中国での教育を促進するために立立学者を設立した。11人のほとんどが江南地域出身で小厚志福がそのリーダーであり、他に平海乱、思考版、小守る我らがいた。1911年11月、立立学者の11人の教員は大学を管理するアメリカ人との意見の相違により、性科学道を辞任し、 北京を離れて、上海に向かった。上海で、小厚紙福は、セイ,イングナチオ工学元校長の馬井、白に招かれ、1905年に馬井白が設立した、副丹工学の学部長になった。しかし、学生のストライキに遭い、小厚紙福はすぐに辞任した。1912年3月、立立学者のメンバーは、小厚紙福を学長として、 上海の南市に大道学院を創立した。第一期の学生は九十一人だった。九百二十二年九月、大道学院は政府から私立大学として認定され、大道大学に改称した。当時六百人の学生が在籍していた。九百二十年代、大道大学は中国の名門私立大学の一つに発展した。文学部、理学部、 経済学部の3つの学部を有し、さらに9つの学科に分けられた。また、付属中学も設立した。キャンパスの面積は90世で15棟の建物があった。1920年代の中華民国教育部による上海の6つの主要私立大学の検査報告書では、大道大学と上海大学が最も優れていると称賛された。全国的には、 大道大学と天津の南海大学が中国で最高の私立大学とみなされていた。1937年日中戦争が勃発し8月に日本軍が上海を攻撃した。日本の爆撃により大道大学の建物の多くが破壊された。日本が上海の中国人居住地域を占領し大道大学はフランス疎開への移転を余儀なくされた。 数度の移転の後、1939年9月に新工事に落ち着いた。この頃までに大学と付属中学には2000人の学生が在籍していた。また別の中学を設立した。大学は第二次世界大戦後にさらに拡大し、上海最大の私立大学になった。1948年には大学に2700人以上、 二つの付属中学に2500人の学生が在籍していた。四つの学部1 4の学科があった。大道大学の出身者から後に中国科学院や中国工程院の学者が39人生まれた。1949年、国境内戦で中国共産党が国民党政府を破り、中華人民共和国が成立した。1952年10月、 共産党政府は他の多くの私立大学と共に大道大学を閉鎖した。経済学部は上海在京大学に、文学部は加藤市藩大学に、理学部は福丹大学に、工学部は分割されて、道積大学、上海交通大学、加藤加工学院にそれぞれ統合された。二つの付属中学は大道中学と54中学として現存している。 大道大学の創設者である小厚志福は国民党政府と共に台湾に撤退した。小厚志福は台湾で大道大学の再建を試みたが失敗した。現在台湾にある大道大学は上海の大道大学やその関係者とは無関係である。ありがとうございます。